金閣湾、金閣湾の位置、金閣湾の位置、金閣湾は、トルコのイスタンブールにある湾。トルコ語では通常、ハリチュと呼ばれる。古来からの名前の通り、ギリシャ神話で、目牛の都市を意味するボスポラス海峡から、ヨーロッパ大陸に牛の角のように切り込んだ東西に細長い湾で、この海峡の西南の丸々海への出口に位置する天然の良好になっている。 南は古代ギリシアのビュザンティオンの跡地であるイスタンブール旧市街で、北は東ローマ帝国とオスマン帝国の時代に西欧人の商人、施設の居留地であったガラタの町がある。1453年にコンスタンティノポリスがオスマン帝国の目フめと二世に征服された後は、金閣湾の南西岸にあたるファナリ地区に、 聖教会のコンスタンディヌーポリ総主教長が移され、キリスト教徒が集中して居住する地域となった。この地域の出身で裕福な商人となり、官僚としてオスマン帝国に仕えて通訳官やワラキア公国、モルダビア公国の統治者に任命された人々は、ファナディオーティスと呼ばれた。古くから私船で往来されていたが、1836年に、 南岸の旧市街エミノニュ地区と北岸のガラタ地区の間に羽橋のガラタ橋が建設され北岸の新市街としての発展を促した。橋から釣り糸を垂らして釣ったサバを焼いてパンに挟んだサンドイッチは金閣湾の名物であったが2004年景観を損ねるとの見解から一掃されてしまった。現在はさらにアタチュルク橋とハリチ大橋が架けられ金閣湾岸は 工業、住宅、公園地区として開発され、金閣湾の河橋については、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロの二人が、別々にではあるが、オスマン宮廷に河橋の計画を提案したことが伝わっている。ダ・ヴィンチは、1502年1503年7月に、バヤジと2世に、橋の計画書を送っている。ミケランジェロは、政治的亡命を考慮して、1505年に、 バヤジとの宮廷に佳境計画を売り込もうとしたとのことであるが、当時のローマ皇帝との確執が消え、計画は実現しなかった。その後の1519年には、ミケランジェロ将兵計画が浮上している。ありがとうございます。